株式会社横浜都市未来は、神奈川県横浜市に本社がある、都市開発、商業施設、駐車場の運営管理、地域冷暖房事業を行う日本の企業。独立行政法人都市再生機構グループに属する、港北ニュータウン地区と港未来地区を主な事業拠点としている、深夜電力や都市ガスを用いて、温水、冷水、蒸気を製造し、 広北ニュータウン地区内の各施設へ供給している。供給先は、鈴木区総合庁舎、都市再生機構、ショッピングタウン会対、広北東急百貨店、センター南スカイビル、昭和大学横浜市北部病院、パルティーレ横浜ウェディングビレッジ、横浜郵便貯金事務センター、鈴木警察署等の大型施設。上記に関しては、北部病院のみに供給している。 地域冷暖房事業は大規模な配管スペースが必要である。導入時の建設コストが高い。既存施設への導入が困難であるなどの難点がある。ものの各施設のボイラーを統合することによる高熱費の削減、大気汚染減少など温暖化対策の効果がある。また、施設ごとにボイラーやエアコンの室外機がなくなるため、景観が向上する効果もある。横浜市内で 都市開発事業を手掛けている。また、以下の他に株主である、独立行政法人都市再生機構からは、UR 賃貸住宅の建設及び管理を受けている。テレビ局ラジオ局番組、ありがとうございます。